今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、今ウガンダのカンパラにいてですね、これからカンパラからケニア西部の町エルドレットというところに行きます。まあ、広島の元助っ人外国人と同じ名前ですけど、多分関係性はありません。で、まあ、今撮ってるのが9月4日現在なんですけど、まあ、今日はちょっとこれからの予定的なところ、あんまり YouTube では話せてなかったんで話したらなと思います。まあ、ありがたいことにこのYouTube 見てくれてる人の中でここ行ってほしいとか、まあ、ここ行ったらこの人に会ってほしいって、本当にありがたいことにこう気にしてね言ってくれてる方もいるんですけど、まあ、僕の中ではもうある程度行くところというか、まあ、ここ行けたらなっていうのは決まっててですね、ちょっと残念ながら期待に添えないところもあるんですけど、まあ、あとそうですね、11月の、まあ、中旬から後半にかけて日本に帰ろうと思ってるんで、この靴磨き世界一周アフリカ編もあと70日くらいですかね。もうあと3分の1くらい、早いですね。もうつい昨日、関西空港や、どこだっけ、成田空港で、まあ、皆さんとお別れした気がするんですが、もう137日目とかですか。なんとかここまでやれてよかったなと本当に思ってます。で、そうこれから行く予定はですね、一旦ケニア西部の町エルドレッドとか、ちょっとケニアの田舎の町の方も行こうかなと思ってまして、その後、まあ、9月8日か9日くらいにナイロビに戻ろうかなと思ってます。だいたい5日、まあ、1週間くらいですかね、ナイロビにいて、でそこからナイロビからバスでエチオピアに入ろうかなと思ってます。アディスアベバっていうところがエチオピアの首都というか、まあ、多分首都なんですけど、まあ、エチオピアには合計1週間くらい滞在できたらなと思ってます。でその後にエジプトに行こうと思ってたんですけど、当初の予定ではなんかこうウガンダルワンダで、まあ、特にウガンダで長いすぎたっていうのがあってですね、まあ、エジプト行ってもほんまにもう3日とか、まあ、ピラミッド見たいっていうのはずっとあるんですよ。でも、まあ、無理して行かなくてもエジプトは今後も行く可能性あるしなっていうので、どっちかって言ったらエチオピアの方が多分このタイミングで行っとかないと一生行かないんじゃないかって思って、まあ、エジプトも本当エチオピアが予想より早く終わったらエジプトちょっと行こうかなと思ってます。どっちにしろこうアディスアベバからエジプトまでは飛行機で行かないといけないんで、でそこから僕どうしても行きたい国があって、イスラエルに行きたいんですよね。でエジプトから多分イスラエルバスで行けると思うんですけど、そう、それでエジプトも行ってもいいかなと思ってるんですよ。そんなにこうなんだろうな、お金が変わらないっていう意味で、でもしエジプト行かんのやったらイスラエルに直でアディスアベバから入ったらなと思ってます。で9月の20日くらいには、20日無理か、9月23、24くらいには、イスラエルに行けたらなと思ってます。実は去年僕中東行ってた時にイスラエル行こうとしてたんですけど、僕がチケット買った日に、トルコからイスラエル行きのチケット買った日に戦争が起きてしまってちょっと見合わせたんです。で、まあ、イスラエルは絶対行きたい国なので、まあ、このタイミングで行けたらなと思ってます。でイスラエルにはまあ本当長くて1週間、そんなに長居する気はないです。そんなに大きい国でもないんでね、いて、で9月12日はイスラエルからイタリアに入ろうかなと思ってます。イタリア、ちょっとヨーロッパに 2,3 週間ちょっとかすろうかなと思ってて、でイタリアから、イタリアで数日、イタリアのしかもフレンツ、去年ちょっと靴職人のサスキアさんっていう方がいるんですけど、その人に、まあ、一番会いたいなっていうのが理由です。すごい話してると勉強になりますし、僕の旅本当に応援してくれててですね、また会いたいです。でイタリアのサスキアさんに会って、まあ、パリ行って、もしかしたらベルギー行って、でそこからスペインに行こうかな、でスペインから西アフリカのモロッコに帰ろうかなと思ってます。ただ本当にヨーロッパって、僕去年行ったから分かるんですけど、アフリカほどでかくないんですよ。
でめちゃくちゃアクセスが良くてバスもあるし、あの例えばいいなんていうんですかね、なんか忘れたけど何やったかな、なんかルールがあってなんちゃら条約っていうのがあるんですけど、そイタリアからフランス入るのとかもその入国審査なしで入れたりするんで結構楽なんですよ。でそんなに移動にもお金かからないっていう、ね、飛行機使ったとしても1万前後、アフリカとかやったらマジでこう隣の国行くだけでやっぱ安くて3万するんですよ、ね、で平均やっぱ安平均5万くらいするんですよ。アフリカはマジで飛行機が高くてですね、でもヨーロッパはなんかこう、ま、大きな町から大きな町行くのはほんまにあの運良ければ1万以下で行ける、8000円くらいで行けるっていうのもあってですね、まあ去年はヨーロッパヒッチハイクで移動しましたけど、まああんまりね時間がたくさんあるわけじゃないんで、今回は移動をちゃんとお金かけてこう時間を優先しようかなと思ってます。それでまあ2週間から3週間ヨーロッパ経由してスペインからモロッコまで船で行けるんですよ。でそれでモロッコに行って、まあ僕この名前がねサハラ総称っていう名字がサハラなんですよ。だからサハラ砂漠に行きたくてですね、やっぱねそのナミビアでナミブ砂漠行かんかったのもあのやっぱ この先モロッコのサハラ砂漠行くなって思ったんで、行かんかったんですよ。めちゃくちゃ行きたかったんですけど、だからちょっとモロッコに行ってサハラ砂漠行けたらなと思ってます。で多分その頃がもう10月の後半になってるんじゃないかなと思って、そこから西アフリカの国2つくらい行きたいですね。で結構西アフリカってあのビザが、ね、必要な県が国が多いんですよ。事前に日本でビザ取っとかないと入りにくい国とかが多くてですね、今僕がいる東アフリカとかは割とそういう意味では入りやすかったりするんですけど、ちょっと待って、ちなみに僕時間大丈夫かな、あのこれから僕ちょっと待って時間見させてください。大丈夫、あと12分あります。そう今緊急で動画回してますから、ね、それで、そうだから西アフリカ行ける国がすごい限られてるんですよね。でもうその最後の最後なんで、今あるお金とかも全部ギリギリ使い切るくらいかなと、思っててですね、で西アフリカ行きたい国が、まあ、セネガルとシエラレオネは多分そのアライバルビザみたいなんで入れそうなんで、まあ、モロッコの後セネガルとシエラレオネ行けたらなと、思ってます。本当はナイジェリアとかねめちゃくちゃ行きたい国なんですけど、ナイジェリア行くのも本当コンゴ民主共和国と一緒でめちゃくちゃビザ取るの大変なんですよ。だからああいう国はやっぱ最初に行っとかなあかんなっていう感じだったんですけど、まあ、今回ちょっとナイジェリアとか、は行けなさそうかなと。本当にあの行きたい国いっぱいあるんですけどね、西アフリカもビザ問題が結構あるんですよ、はい。でまあそんな感じですかね今のところ、はい。ということも含めてですね、あんまり YouTube ではこうただただ話す回って短いんですけど、毎日あのボイシーアップしてるんで、皆さんボイシー聞いてくれてますか？ぜひあの YouTube 見てくれてる人とか、ボイシーのアプリをダウンロードしてですね、無料で聞けますので、これからどこ行くとか今日あったこととか本当に映像では取りきれないこととかいっぱいあるんで、そういう旅の裏側的なことも含めてですね、結構話してますので、ボイシーもちょっと聞いていただけたらいいなと思います。とにかく、今日カンパラから一回ケニアの西部に行きますので、あと70日くらいですけど、引き続き見守っていただけたらいいなと思います。